ドラレ港は、ジブチの首都、ジブチ西部バルバラにある多目的港。ジブチ港の需要拡大に伴い、その区画を拡張する形で開発され、石油、バラ積み貨物、コンテナターミナルがある。一部コンテナ施設は2018年2月に、ジブチ政府に収容されるまで、中国招き商局集団とアラブ市長国連邦の企業 d p ワールドが部分的に所有。 運営していた。また、一部が中国人民解放軍海軍の基地、ジブチ保証基地となっている。取られた目的港には 4km の岸壁に合計15のバースがあり、停泊地の一つは港の生誕に拠点を置く中国人民解放軍海軍が使用する。すべてのターミナルは内陸のエチオピアへとつながる中国が建設を支援した。 アディスアベバジブチ鉄道に直接アクセスできるようになっている。コンテナターミナル2016年には914,300個のコンテナがドラレコで取り扱われた。ドラレココンテナターミナルは2012年4月17日にケニアのモンバサに続きアフリカの2番目の大規模コンテナターミナルとなり、後にコンテナ用放射能検知器を導入した。 この検知器導入にはアメリカ政府が資金提供し800万から1000万ドル相当と推定されている。コンテナは中身を開くことなく門上の放射能検知器を通過させる。検知器が疑わしい製品を検出した場合、コンテナ内部は人の手によって捜索される。石油ターミナル喫水20メートルの船舶を収容でき37万メートルの容量がある。 ジブチ経済を大きく支えている企業として知られるホライゾンジブチターミナルによって管理されており長期的に地域及び国際的な炭化水素供給拠点とする構想がある。また、航海の南の出口に位置するジブチは石油タンカーの航路に面しておりアフリカの各地域にある他国市場へのアクセスも可能にしている。2017年に 中国人民解放軍海軍が基地を建設した中国人民解放軍発の海外基地中国海軍はこの基地を拠点にソマリア沖での海賊対策任務を行っており中国による真珠の首飾り戦略のキーストーンの一つと見られているありがとうございます